何だってなれる。あやくふるの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。今日は褒めノート作ってみたいと思います。褒めノートとは自分をどんどん褒めるノートです。こんな感じに自分を褒める言葉をどんどん書いていって、これを読んでモチベーションを上げたりテンションを上げたりするものになっています。本で読んで楽しそうだったので今日ちょっと作っていきたいと思います。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。 Go！ 準備するものはこちら。まずノートです。どんなノートでもいいのですが、私は今回無印良品のこの無地のノートを使っていきたいと思います。ノート無地英語ベージュ84円のやつ使っていきます。ペンです。今回はサラサの 0.5 ブルーブラックかな、色使っていきたいと思います。で、本で紹介されてた褒め日記はノートとペンがあればよかったんですが、今回ちょっと少しアレンジをしたいと思います。ということで準備したのがこちら。バーン。セリアのフレークシールに言われて嬉しかったこととか、自分に対しての褒め言葉とかを、なんかこういつもこういつもありがとうとかをメモしてたんですが、これを使っていきたいと思います。では作っていきます。今回作るというほどのものでもないんですが、やっていきたいと思います。タイトル書きます。褒めノート。この辺後で色つけたりシール貼ったりしてもいいんじゃないかなと思いますが、とりあえず今日はこれだけでやっていきたいと思います。では1枚めくって、これからは作っていくってほどのものでもないんですが、今回私はこのフレークシールがだいたい60枚ぐらいあるので、これをどんどん貼っていきたいと思います。はい、見開き1ページ目ができました。結構キツキツにちょっと色紙っぽくやってみました。こんな調子で2ページ目以降もやっていきたいと思います。はい、2ページ目もできました。残りそんなにないんですけど、3ページ目やっていきます。はい、3ページ目も貼れました。これで簡単かわいくすぐできる褒めノートの完成です。わー、みんなで作ってみて。できた。脳みそシワシワシワ、味わおう。では見ていきたいと思います。褒めノート始まり。じゃん。はい、1枚貼るところ間違えましたが、ページめくってどんな言葉が書いてるかご紹介していきたいと思います。何だってなれる。脳みそシワシワ。諦める前に動くべし。 You can be anything。 ダメ。感謝。好きなアイディア。勉強になる。どうせダメならやってみよう。 Smile。 偉い。似合ってる。 Enjoy your special day。 笑って。よく食べた。よく知ってるね。素敵な発想。Be brave. Thank you. 思ったよりも上手にできた。Whenever you're ready. Eat, drink and have fun. なんだか気になる。You're awesome. ひねり出したの。さらにさらにもうひとひねり。To invent, you need a good imagination and a pile of junk. Just do it. 面白い。鋭い。素晴らしい。驚いた。たまには休もう。かわいい。よく思いつくね。すごいね。努力してるから。よっ。頭の回転が早いね。What a happy day. 続けること。インパクト大。さすがの考え方。似合ってる。上手。考えて。いいね。配色センス。エンジョイ。輝いてるね。アイデアが湧き出てすごい。まずやってみよう。センスある。いつもありがとう。逆転の発想。才能あるよ。元気があるね。楽しいね。ノーベル賞。世界は広い。いざ行かん。はい、ということで今日は褒めノート作っていきました。いかがだったでしょうか。こんな感じで。言われて嬉しかったこととか、自分が思うこと、
自分を褒めてあげることをどんどんノートにして、こうやって記録していくと、これを見るだけでテンションが上がるものができるのでいいかなと思います。日記にしちゃうとその日に何もなかったりするとちょっとあれだなと思ったので、こんな感じのノートに私はしていって、どんどんこのページを増やしていきたいと思います。ぜひぜひ皆さんもやってみてください。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような DIY 動画をどんどん出しておりますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アヤクフルでした。バイバーイ。